はい、どうも、夜食ハンター竹本明です。ここ何をしに来たかというとですね、今日は、いたじゃーん、このカニさんをですね、ちょっと取っていこうかなと思っておりまして、本当は正直に言うとカニを取りに来たんじゃなくて、あのカエルを取りに来たんだけど、ちょっとね、そのカエルがね、いそうな沼調べてさ、来たんだけどカエルいなくて、でもカエルの代わりにですね、あのちょっとおじさま方がいっぱいお住まいになってて、ちょこれ撮影なんかできんなということでですね、あのしょうがなく場所移動してて、で途中ね、カニさんがうわーっとこう逃げていくのが見えて、あ、そうか、沼が近いってことはカエルおるっちゅうか、カニおるっちゅうことやなということに気づいてね、このカニにねターゲットを変えたという形になっております。あ、そこすごいんじゃない、それ全部カニじゃない、もしかして。ほら、そうだ、全部カニ。このカニはですね、プロ弁慶ガニというカニで、まあ磯によくいる岩ガニとかと同じ、岩ガニ科に属します。この時期のね、川のカニで美味しいのがいるじゃないですか、あのモクズガニってやつね。世界一高価なカニの一つであるとこの上海ガニ、あれと同じ仲間です。食えないことはないと思うんだけど、まあ、ちょっと食べたことはないので試しにやってみようかなと。おっきいんだよね、割と。まあモクズガニほどじゃないけどさ、まあまあなサイズ感で、ハサミもでかいし、これ割と食うとこあんじゃねのっていう感じです。何食ってっか分かんない怖さっていうのはあるよね。あ、なんか口に運んでるな、この下にいるカニ。植物食ってません君、かわいいね。もしかして植物も食うのかね君。まあいいや、まあともかくこういうカニ何食ってっか分かんないということで、あんま深く考えずに集めていきます。おっきいね君、まあ、びっくりしたね、ごめんね、脅かしごめんね。あ、おっきいなこれ。あ、カニのつかみ方なんですけど、ハサミ怖いじゃん、怖いけど、こうやって上から押さえつけてやるとハサミ動かせなくなります。で、この量のハサミを押さえ込んだままこうやって持ち上げると基本的には大丈夫です。このげんこつぐらいまでの大きさ、つまりモクズガニとかまでだったらこのつかみ方で安全に捕まえることができます。多分この多摩川で一番数の多いカニじゃないですかね。うん、なんでまあこれを食べようというふうにこう覚悟さえ決めてしまえば確保するのは難しくはない。お、なんか手赤いやついるね。君もしかして赤手ガニってやつかな。赤手ガニゲッチュ。草食ってる。プロ弁慶ガニって草食べるんだ。君たち結構この草食べるためにここに出てきてんだ。草食うカニって美味しいかもな、もしかしたら。ちょっと期待ですね。はい、こちらがですね、今日捕獲した、黒弁慶ガニ、並びに赤手ガニ、いっぱい取りましたね。岩ガニかって、カニ自体は毒持ってないんですよ。だカニが食べたもの によって毒を持つ可能性がもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあそういう意味では、さっき見た通り、この辺の、この芝生に出てきてる、ね、黒弁慶ガニは芝生をもりもり食ってるっぽいので、まあ多分大丈夫じゃないかなっていうのと、一応内臓だけね、取り外して調理してみましょうか。それでいけるかもしれない。はい、ではですね、先日取ってまいりました。こちらの黒弁慶ガニ。こちらをね、調理していきたいと思います。普通に考えたらこうカリッと揚げてね、食べたりするんだろうけど、なんか揚げるとさ、味がいまいち分かりづらくなるっていうか、そういう感覚ありませんか？僕はまあ、シンプルに調理して味比べをするとか、そういうのを除くとあんまりこうカリッと揚げるっていうのは好きじゃないのでやらない主義でして、まあその結果どうしようかなって思ったんですけど、まあ前も海のカニの時にやりましたけども、ガン汁をねちょっと作ってみようかなと思いまして、ちょっとやってみようと思います。ガン汁というのはカニをですね、そのまあぐしゃぐしゃっとこう潰して、でエキスを取って、そのエキスを煮立てて、でそうするとこうカニのタンパク質とかがギュッと熱で固まるんですね。で、なんか肉団子スープみたいな感じになって、で、それを食べるという、全国に残ってる郷土料理でございまして、まあ、それで結構好きなので、あと、まあ、普通に美味しいし、カニの味がストレートに分かる感じがすごく好きなので、ちょっとやってみようと思います。で、まず処理なんですけども、これは冷蔵庫で、しばらく冷やしました。ので、まあ、ちょっと死にかけてる個体も多いんですけども、生きている個体もいるという状況です。で、足の間に汚れが溜まる、あ、逃げる逃げる。今逃げましたね。
危ない危ない。これ逃げて家の中に住み着いたりするんですよ。家っていうかキッチンの中に。一回ね、数日ね、逃げられたことあります。まず、この、まあ、足の間とかに挟まっている泥なんかをですね、こうやってジャコジャコと洗います。で、次にふんどしを剥がす。で、ふんどし剥がすともうここ肛門につながってて、泥が落ちるので、まあ、そこに注意しながら、ふんどしを剥がしきって、さらに甲羅を外します。で、甲羅のですね、中にも味噌が入っているんですけども、ちょっとね、今回は、まあ、取った場所が場所、その多摩川の、あまり水がきれいじゃないところで取っているので、あんまりですね、深追いをしたくない。味噌は食べたいけど、味噌の手前に胃袋があって、その胃袋の中に入っているものをですね、口にしたくないんですよ。なので、今回はちょっとまあ、残念な部分はありますけども、甲羅についてはまあ、深追いはしません。なので、主にですね、胴の身と足の身を食べるという形になろうかなと思います。濃厚なカニの匂い。いや、アナジョコの匂いがするぞ。いや、でもね、僕見ちゃったんですよ。まあ、多摩川のですね、河川敷の橋の下にできた川につながる水たまり。そこにですね、大量のこのカニが、もしゃもしゃと歩いていて、周りが、全部ゴミなんですよ。まあ、あの辺治安も悪いし、人々もだいぶマナーがなってないんで、こうゴミとかポイポイしてるんですけど、それをこう模写ついてる彼らの姿が見えて、だいぶテンション下がったんですよね。だからこんな風に味噌自体はかなり入ってます。で、上海ガニの魅力って味噌ってよく言われるんですよ。で、確かに味噌はすごくうまいし、このカニもおそらく味噌は相当うまいはずなんですよ。でも追わない。追いかけない。まあ、ちなみに、今こうやって素手で作業してるし、そもそも素手で捕まえてきましたよね。それに対してね、どうせまたね、寄生虫がーって起こる人いると思うんで説明しとくと、ですね、寄生虫自体は、まあ確かにリスクゼロではないんですけど、一番怖い寄生虫って何かっていうと、このカニの仲間で言うと、ウェステルマンハイキュー虫ってやつなんですけども、これはですね、モクズガニには生息してます。で、上海ガニにもいる。だから、あの辺の生で食うとですね、感染してしまう可能性があるので、絶対に生で食べちゃいけない。この、黒弁慶ガニとか、近い仲間のアシハラガニとかからは、どうも検出されてないらしいんですね。アシハラガニって、寄水域から離れないんですよね。一生寄水域にいるカニ。だから、それで、ウェステルマン球虫がつかないんじゃないかなってことを、なんとなく勝手に思ってます。まあ、だけど、だから生で食っていいよって話は絶対ないです。そもそも論としてカニの生で食べるのってあんま良くないんだよね、カニの生殖って。消化が悪いらしいよ。上海ガニってオスとメスでメスの方が価格が高いんですよ。それなぜかっていうと卵を持ってるから。で、内子と呼ばれるですね、外に出てない状態の卵がですね、非常に美味しいので人気があるんですけど、そのためにですね、カニのオスとメスの見分けというのがすごい重要になります。オスとメスの見分け方、ここです。ふんどしを見ます。ご覧の通りですね。ふんどし、ここの形が三角形か円形かと、半円形かというのがありまして、三角形、細いのがオス。半円形、丸いのが、メスです。メスはここにですね、卵を抱えるので、こういう構造になっています。ちなみに、内子自体はメスにしか入ってないので、メスの方が価値があるんですが、味自体はオスの方が良いというのはよく言われるところです。やっぱね、卵を持つっていうのは、すごいこう、エネルギーを使うことだから、磨かせちゃうんだよね。ハサミがね、見た目の通り結構ごついので、これにまともに挟まれるとまあまあ痛いっす。なので、今回冷蔵したけど、冷凍で冷温停止させるっていう手もあるかな。はい、というわけで、こんな感じで、下処理は完了しました。で、どう調理するか、これをまず潰します。ただ、このままだとね、結構潰しづらいと思うので、ハサミでジャキジャキと切っていきます。よし。重くに潰せましたんで、すりこぎでやっていきます。本当はね、これはですね、モクズガニというね、カニの調理法なんですけども、モクズガニで作るときはですね、こんなに殻が柔らかくないので、すり鉢とすりこぎとかだと厳しくて、ウスとキネでやるそうです。いやー、それにしても、不思議な香り。なんかカニの香りじゃないんだよ。やっぱアナジョコの香りなんだよな、これ。で、ある程度潰したら、そこにお水を入れます。今、潰した手足から出たエキスをですね、お水に溶かし出します。この汁を、じゃあ、
で、まだね、まだ残ってるので、お水を再度加えて、エキスを出し切ります。はい。じゃあ、こちらも、エキスが出ましたので、また、ギャーっと注いで、で、ネットを被せて、お身を取って、じゃあ、これをですね、今度は加熱していきます。ちょっともう一個ね、具材を使おうと思ってて、何かっていうと、みょうがです。このみょうがですね、実は、うちの近所に自生していたものを、取ってきたやつです。実はね、みょうがってね、野菜でもあるんだけど、山菜でもあって、この時期ね、結構ね、簡単に取ることができます。まあ、シンプルに匂い消しの意味もあるし、まあ、今の時期っぽい野菜だからっていうのがあります。モクズガニで作る本家のガンジルに関しては、野菜はですね、基本的にナスを入れます。ナスもね、やっぱ秋野菜といえばナスってことでね、入っているのかなというふうに思いますが、まあ、その辺ね、好みでいいと思います。どんな野菜入れてもね、いいです。じゃあ、こちらのさっき絞ったエキスを、加熱していきます。沸騰してボコボコいっちゃうと、台無しになってしまうので、沸騰はさせない、沸騰寸前までやるって感じです。うん、いい感じになってきた。でここで塩入れます。なぜ塩入れるかというと、タンパク質はですね、塩で凝固します。なので、塩を入れることで、今この加熱によってお互いくっつき合おうとしているこのタンパク質たちがのこの固着がですね、ギュッと促進されるんですね。お、感じに固まってまいりましたね。で、上に浮いてるのはアクなんで取っちゃっても大丈夫です。まあ、アクなんですが食べられる部分もあるので、アクをこう、アクだけをね、泡だけをこうより分けるようなイメージで、よし、 OK。 ご覧の通りこんな感じで、下にですね、カニのタンパク質成分がこう固まるんですね。で、ここからの味付けは、まあ、お好みなんですけども、まずここで、みょうが入れちゃいます。で、ここはみりんと、お醤油。これで、ちょっと、煮ます。うん。いい感じなんじゃないかね。では、こちらで完成とします。完成しました。黒弁慶ガニのガン汁です。こんな感じでね、この灰色に固まったのが、カニの身だったものですね。なので、加熱することによって、透明な出汁とカニの身の部分にこう分離するわけですね。で、これをいただくというのが、まあ、この料理の、趣旨ですね。じゃあ、いただいてみましょう。はい、では早速いただきます。じゃあ、この固まったカニの身。お、美味しいですね。なんだろう、前段はカニで、後からホヤがきます。これね、実はアナジャコと同じ感じなんですよ。な、本当にアナジャコかって思った。でも美味しい。臭みとか全然ないです。うん、濃厚なカニの感じですね。じゃあスープの方、うまい。あ、こっちがうまい。カニの身もうまいけど、その後味に謎のホヤが来るわけですよ。でもスープの方はそれがない。で、みょうががいい仕事してる。みょうがのね、香りが溶け込んでます。みょうが大好きなんですよ。このみょうがもね、近くで簡単取れるよって話、いつかこのチャンネルでしたいなと思うんですけど、ダメだ、みょうがが主役になってしまう。まあ、カニですよ、カニ。うまい。ただ汁にして、エキスだけ取り出して、で、なおこのホヤ感というか、謎の癖があるってことは、多分そのまま唐揚げとかにすると結構おってなると思う。胃袋のね、中身、腸の内容物が残ってる状態で一緒に食べるとうわーってなると思います、多分。カニ味噌もね、もしかしたら臭いかもしんない。ちょっと今回食べてないんでわかんないですけど、臭い気がする。だからあれは取っちゃうのが正解だと思う。だ、胴体と足とハサミだけにして、ぐしゃぐしゃって潰してこうやって煮立てれば、美味しい汁になります。今回、取った場所が本当に多摩川でも、最も汚れている場所というか、その人間の業が溜まってる場所で、本当にいろんな意味でね。なので、そういうなんか人間の出した汚れとかも溜まってるようなとこなので、そこのカニなのでちょっと怖いなと思ったんですけど、少なくとも味の上では問題はない。草食べてる
個体だからかもしれないですけどね。まあいざとなれば、ね、我々多摩川沿線の住民としてはあのカニを食うというのは問題ないでしょう。ということで、この多摩川の豪が詰まった多摩川のエキスがすごい美味しいなっていうのが今回の結論ですかね。はい。ちょっと汗っぽ。まあということで結論を言うとですね、この今回食べた黒弁慶ガニ並びに赤手ガニは、食用で十分いけるカニだろうというのが結論でいいと思います。ちょっとでもその水辺の植物が生えてるようなとこなら必ずいるはずなので、まあそういう意味でもね、手に入りやすいし、味もこれだけ良ければ、使う価値はあると思います。とりあえず腸の内容物は食べない方がいいよ。できれば味噌も食べない方がいいよっていうのと、あとはまあその寄生虫はね、リスクは低いみたいだけど、一応加熱はしっかりしようねということ。使った調理器具もね、一回熱湯消毒とかね、できたら、アルコール消毒とかできたらね、一番いいのかなというふうに思います。まあでも、このね、多摩川のエキスが詰まったカニ、大変美味しくいただくことができて、よかったなというふうに思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。